こんばんは、ヒューヤです。では、今回満を持してフォールアウト4をやっていきたいと思います。非常にお待たせしました。まあ、どんな風にやっていこうか。ニューゲーム。どうしようかな。20分とかでいけるかな。Hey Siri、 タイマーセット。20分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい、そしたら まずキャラ作りからですけどね どうしようかな。ロードが長い人は過ちを繰り返す。1945年、兵役についていた俺のじいさんのじいさんは、いつになったら妻とまだ会ったこともない息子のもとへ帰れるのだろうと思いを募らせていたようだ。同じ年にそれは叶った。アメリカが広島と長崎に原子爆弾を投下。第二次世界大戦は終戦を迎えた。人々は世界の終末を待つ身となっていた。だが驚くべきことが起きた。人は原子力を武器としてではなく、無限に近いエネルギーの源として活用し始めたのだ。ただの SF だと思われていたテクノロジーが生活を一変させた。家事を担うロボット、原子力で動く車、携帯できるコンピューター。だが21世紀になり、アメリカンドリームは終わりを告げた。長年の消費によって主要な資源が枯渇し、世界は崩壊しつつある。平和は遠い昔の記憶となった。2077年現在、総力戦は目前だ。不安が募る。自分自身、妻、そして幼い息子のことを思うと、兵役で学んだ教訓はただ一つ。人は過ちを繰り返す。人は過ちを繰り返す。今夜の在郷軍人会館ではきっとうまくいくわ。そう思うか。もちろん。さあ、他の支度もして、鏡の前に座りすぎよさて、じゃあキャラをか、
ートに誘われた時にゲスト行ったのはその瞳のせいね。清潔感が出てきたな。かわいい花。ああ、ハロー、ハンサムさん。ガレージバンド。もうちょっと短い方がいいよな。数学教師風、数学教師に怒られるわそれ。そんなあれしかないんだ。まあ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 、とりあえず髪はこんな感じかな。ジェットブラック、ウォームブラック、ディープブラウン、ディープブラウン、悪くない、悪くない。うん、口ひげね、すごくかっこいい。自分で言うのもなんだが、いい顔だ。このくらいがいいかな。目のタイプ変えれるかな。これはどう思う？悪っぽいハンサム？それともハンサムが悪い？どういうことだ。もっといいのないかな。その瞳、数あるお気に入りの一つなの。うん、悪くない。警戒。狡猾。なんて可愛い目なんでしょう。うん、悪くない。ショーンの目とそっくりだわ。清潔感が出てきたな。まぶた。出会った人同じくらいハンサム。これはどう思う？悪っぽいハンサム？それともハンサムが悪い？まあ別にこれでいいかな。あんま時間かけてもあれだし。よし、じゃあこれで。
その他いらない。じゃあまあこれで さて、なあ、あと少しだけ。はいはい、ありがとうございます。ありがとう。もちろんです、旦那様。グロッグナック・ザ・バーバリアンとバッド・ベイビーのジャングルか。俺の大好きなコミックだ。うん、さて新聞は、新聞、相変わらずだな。ゴズワスはショーンをよく世話してくれてる。ああ、10月なんだね。はいはい。コズマス、コーヒーをどうぞ、旦那様。ありがとう、ショーン。おはようございます。ボルトテック社です。ボルトテック、何だったかな。お尋ねしたのは他でもありません。将来の安全についてお助けしたいのです。我がボルトテックは地下核シェルターの分野ではトップでございます。よろしければボルトとお呼びください。核による破壊の恐怖に怯えずに過ごせる贅沢な居住空間を提供いたします。やっとお話できてどんなに嬉しいことか。ここ何日も伺っていたんですよ。緊急の要件なんですよ、本当に。なんだ、何がそんなに重要なんだ。ご家族の将来を左右するのですよ。まだお気づきでないかもしれませんが、この国はもう終わったんです。言い方は悪いですが、大きなドッカーンってやつかね。残念ながら避けられません。しかもそいつは予想よりも早く来ます。意味はお分かりですよ。さて、お忙しいのは分かっていますから、お手間は取らせません。ほら、時は金なりってね。本日伺ったのは、この国に奉仕されているご主人とご家族にはお近くのボルト、ボルト111への優先入居権があることをお伝えするためです。いい話だ。そう、ご安心ください。お客様にはすでに入居権があるわけです。不測の事態大量破壊兵器による被害に備えても少々情報を確認させていただければと。それだけです。よし、いいだろう。素晴らしい、素晴らしい。さて、それでは。さあ、名前どうしようかな。まあどうしよう。普通にストレングスを、ストレングスとカリスマを上げてからの持ち運べる量、すごい大事だからね。まあ、あとちょっとずつ。こんなもんでいいか。
かな。素晴らしい。手続きは完了です。これでボルトに入れますよ。皆様の将来への備えをお喜びします。ああ、ありがとう。ねえ、これで安心できるのよ。ちょっと書類を書くくらいの価値はあるでしょ。家族のためならいくらかかろうと高くない。いい答えね。いいところもあるだろう。さて、どうした？コズワス。コズワスの話が聞こえたでしょ。恐れ入ります。ショーン坊ちゃんが構ってほしいようです。父親の愛情を必要としているとは。なるほど。おい。私の人生で最も大切な男性二人の調子はいかがかしら。ベビーメリーを回してあげて、お気に入りなの。どれだ？これか。ねえ、ショーンの調子はどう？機嫌は治ったみたいね。ねえ、朝食を食べたら少し公園にでも行かない？天気も持ちそうだし。そうだね。ああ、楽しそうだ。旦那様、奥様、こちらにいらしてください。コズワス、どうしたの？続いて、前、閃光があったと思うが、目もくらむ閃光と思う。大爆発の音、確認を取っているところです。どうやら、現地支局との連絡が完全に取れなくなったようです。今、確認の報告が入ってきました。ニューヨークとペンシルバニアで核爆発を確認したとの報告が聞きました。すぐにボルトへ行かなければ。今すぐだ。ショーンが連れてきたわ。行きましょう。サンクチュアリヒルズ住民の皆さん、登録が済みの方は速やかに111に避難してください。ああ、ちょっと話してる場合じゃないよね、それはね。に乗っているんだ。入れてくれ。乳児、成人男性、成人女性。よし、進んで。ありがとう。幸運を。お二人はついてきてください。神の御加護がありました。ゲートの外のあの人たちはどうなの？できることはすべてやっています。さあ進んで。はあ。プラットフォームに乗って中央に。少し、大丈夫。愛してるよ、二人とも。愛してる。大変。うわ、手だ。超近いけど。待て。ちょっと、来た。死ぬ。階段まで進んでください。はいはい。心配は無用です。皆さんに新しい家をご用意しますので。ボルト111です。地下における素晴らしい未来です。失礼。階段を上ってください。はい、階段を上って。皆様のボルトテック社です。新しい入居者の皆様はありませんよ。男性ですよ。お、どうやっていくの？こちらです。テーブルへ進む。ちょっとテーブルまで行ってください。この先に進むにはスーツが必要になります。はいはい、ありがとう。
それで次はこのドクターの指示に従ってください。行き先を案内しますので。この人だね。さあお三方ついてきてください。今見える、ここが新しいお家よ。きっと気に入られますよ。ここは我が社の中でも最も進んだ設備が整っています。他のが素晴らしくないというわけではないですが。切れてしまった。うちがだ、財産の全てが。ボルトテック社信用できないからな。どれくらいの期間ここにいる。進んでください。ああ、オリエンテーションで全てお話しします。まずは医学的な話を少し片付けてしまいましょう。女性室は快適かつファッショナブルにデザインされているんです。はいはい、備えてな。そうだろう。失礼。こちらへどうぞ。ボルトスーツを着用してここに入ってください。はいはい。しまった。ボルトスーツ。ねえ。ちょっと待って。ボルトスーツはどこで。あ、いいよ。どうした。遠くへは行かないよ。あそこにいただけだ。ほら、いたでしょ。で。はいいですか。ボルトスーツを着用して中に入ってください。そうか。なんかよくわかんないと髪が回ってるけど。緊張しないでください。これからは全く新しい生活か。うん。住民到着。乗員のバイタル正常。手順終了。5、4、3。除染じゃねえな。で故障って簡単に言っても、っていうか冷却全然汚染除去パッドじゃなくて、汚染除去パッドじゃなくて汚染除去装置じゃなくて冷却装置ですけど、これえ、ちょっと待ってみ。なぜ、どうしてボルトテックはこんなことをする。くそ、どうやったらロックを解除できる。おい、このちょっと冷却ポット自動解除のオーバーライドに。これをやったやつを見つけ、ショーンを取り戻す約束だ。わあ、ノーラがっていうか、冷却
ポット始動解除のオーバーライドに不具合が検知されました。冷却ポット始動解除のオーバーライドに不具合が検知されました。では、今回ここまでにしましょうか。次回この続きやっていきます。ではご視聴ありがとうございました。ヒューでした。バイバイ。